津南駅は、新潟県中尾沼郡津南町大麻泊邸に、ある、東日本旅客鉄道飯山線の駅である。短式ホーム一面一線及び留置線を有する、地上駅。かつては、島式ホーム一面二線を持ち列車同士の行き違いが、可能であった。駅舎は、温泉施設、リバーサイド津南との合築となっており、1階には、フロントと、そば屋、2階には、 温泉の浴室がある。敷地を JR が提供した上で、津南町が建物を総事業費、約3億円で建設したもので、鉄筋コンクリート作り地下1階地上2階建て、延べ床面積865平方メートルである。定休日は毎週月曜日であるが、元日は臨時休業になる。10日、懲駅管理の簡易宅駅であり、温泉のフロントで、 ポスタン末による出殺を行っている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は78人で、ある。2000年度以降の推移は以下の通りである。津南町の中心部は、品濃川の対岸にあり、国道405号の品濃川橋が当駅付近との間を結んでいる。当駅から町中心部を通る国道百十七号までは、 1> 約1 5トル中心部には、数多くの商店のほか町役場や病院、中学校、新潟県立津南中等教育学校などがある。一方、当駅周辺は住宅に加えて、旅館や飲食店が数件立地するのみである。津南町内、周辺のバス路線図2019年10月現在では、駅前から以下の路線が運行されるほか 乗り合いタクシーが設定されている。当駅を経由せず、対岸の中心市街地を発着する便も多いため、詳細は図及び、津南町の公共交通、南越アート、観光バス HP を参照。中心街からは10日、町駅や越後湯沢駅、森宮の原駅、秋山号方面の路線バスのほか、スクールバスをはじめとした他の町内路線も運行されている。 ありがとうございます。